ジョー・アレクサンダー・ヒメネスは、プエルトリコのサンフアン出身のプロ野球選手、ウトウ・ミギウチ、MLB のデトロイト・タイガース所属、兄の AJ ・ヒメネスもメジャーリーガーである。2013年6月にアマチュアフリーエージェントとして、デトロイト・タイガースと契約。契約後、参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・タイガースでプロデビューを果たした。2014年は、 A-9 コネチカットタイガース、2015年は A 級ウェストミシガンホワイトキャップスでプレーした。2016年は A 級レイクランドフライングタイガース、A 級エリー・シー・ウルブズ、トリプル A 級トレド・マット・ヘンズでプレーし、この年のオールスター・フューチャーズゲームに出場した。2017年開幕前の2月8日に第4回、WBC のプエルトリコ代表に選出された。 3月22日の決勝アメリカ合衆国戦に敗戦し2大会連続で準優勝となった。開幕はトリプル A 級トレードで迎えたが4月10日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。4月13日のミネソタツインズ戦でメジャーデビューを果たし1回を無失点に抑えた。4月22日のツインズ戦でエディロザリオに 本塁打を打たれ、初めて本塁打を献上した。この年メジャーでは24試合に登板して0勝2敗、防御率12.32、17奪三振を記録した。2018年は68試合に登板して5勝4敗、3セーブ、防御率4.31、78奪三振を記録し、オールスターにも選出された。 2019年は66試合に登板して4勝7敗、急セーブ、防御率4.37、82奪三振を記録した。ありがとうございます。